圧装置について、ホワイトボードを使って説明していきます。まずは、圧装置と近い関係にある、換気扇と空気清浄機です。換気扇の目的は換気です。すなわち、空気を入れ替えることが目的です。空気清浄機は浄化、空気をきれいにすることが目的です。両者を比較すると、このような感じです。工事の有無、フィルターの有無が大きな違いです。 フィルター式の空気清浄機は、フィルターを通過する空気のみを濾過して浄化します。フィルターは使用開始時が最大の性能であり、時間が経てば目詰まりしていきます。また、フィルターの目より細かい微粒子は通過しますので、浄化対象外になります。フィルターと接触しない空気も浄化されません。部屋の大きさに対する浄化量など、目標値の設定が難しいです。 換気扇は、送り出した空気は戻ってきません。その代わり、吸気口などから新鮮な空気が入ってきます。この排気と吸気の関係により、室内が換気されます。換気扇の排気能力と時間の掛け算で、排気目標値を設定できます。部屋の気圧は、ほぼ上圧です。一般的に換気扇を設置する部屋も、隣の部屋も上圧です。換気扇は、 概ね定格通り性能を発揮しますが、この時、隣の部屋に空気を逃がさないという仕事はしません。換気扇を設置した部屋が陽圧である場合、換気扇から空気は排出されますが、ドアなどが開いていれば隣の部屋にも空気が出ていきます。圧の高いところから低いところへ、物理的な現象です。換気扇を設置した部屋より、隣の部屋の気圧が低い場合、 ドアが開いていれば隣の部屋へ空気が流れていきます。この時、換気扇を設置した部屋は上圧なので、屋外とは同じ気圧です。吸気さえできていれば、換気扇はある程度の仕事をし続けます。換気扇を設置した部屋より、隣の部屋の気圧が低い場合、ドアが開いていれば隣の部屋へ空気が流れていきます。この時、換気扇を設置した部屋は上圧なので、 屋外とは同じ気圧です。吸気さえできていれば換気扇はある程度の仕事をし続けますもし B の部屋にウイルスが充満していれば換気扇が設置されていても隣の部屋に流出する危険性があるということですかはい部屋が上圧や陽圧になっていれば流出する危険性があります換気扇の目的は換気です 一定時間で部屋の空気が全て入れ替わる量の空気を流入させることはできますが、瞬時的に見れば隣の部屋と空気が行き来しています。換気扇では漏れが防げない。だから陰圧装置を使うのですかそうですね。陰圧装置は強力なプロテラを回して気圧を下げることができます。気圧が下がれば、自然と空気が流入してきます。 その物理現象に逆らって流出するということは、考えにくくなります。隣の部屋との間仕切りを閉じ、吸気口も閉じれば、どこからも空気は入ってきません。空気の流れがゼロになるので、当然ながら換気はされません。負圧が維持されていれば、間仕切りが解放された時に空気は流入します。人の出入りがあっても空気を漏らさない、そのための陰圧装置です。 簡易の陰圧装置でも、その効果は得られますか原理は同じですので、運用に配慮すれば問題ないと思います。換気扇や空気清浄機でも、部屋の空気はきれいになるということでしたね。はい。それぞれの特徴を理解してご利用ください。陰圧装置を使えば、微粒子などが部屋から漏れ出る可能性を低くできるということでしたね。そうです。 換気扇との違いがそこにあります。NES